ここまで来た。あと少し。あ。うわー、縮小。まだまだ練習が足りないか。おいおい、そんなものか霊夢。はぁ、あ、何言ってんのマリサ、これって FNF の難関曲でしょ。苦戦するのなんて当たり前だよ。ちっちっち、そんな曲まだまだ FNF の曲の中では序の口なんだぜ。え、嘘でしょ、これがまだ序の口ってどういうこと。ということで今回はインフレにインフレを重ねた FNF の高難易度曲をランキング形式で紹介していくぜ。ちなみにクリア者がいない曲は紹介しないから、そこは了承してくれよな。いやもうインフレにインフレって聞いた瞬間にめまいがしてきたんだが。一曲目はエクセアレントだ。この曲ならプレイしたことがあるわよ霊夢。相手キャラのハンクが銃弾を撃ってきて、そのノーツを叩かないと即死しちゃうんだよね。その通りだ霊夢。さらに後半ではトリッキーが現れて間違えて押すと即死するノーツが降ってくるな。それも知っているわ、何回も挑戦してようやく難易度マルクトをクリアしたわ。でも私でもクリアできるくらいの難易度じゃ最難関って言わないんじゃない？そうだな霊夢、程度の実力でクリアできるくらいじゃ最難関とは言えないぜ。自分が実力不足なのは分かっているけど、そうやっていざ煽られるとムカつくわね。じゃあ本題に入るぜ。私が今回紹介したいのはこの曲の押さなきゃいけないノーツを全て弾丸にした難易度オールバレッツだぜ。え弾丸のみってことはつまりフルコン前提ってこと。そういうことだな。いや無理でそんなの。前半ならまだしも、後半からは押したら即死のノーツが降ってくるんだよ。ああそうだな、だがそれだけの理由でここにはランクインしない。はぁ、あ、どういうこと。ここからはクリア者であるシロン先生に講師としてお呼びしたから、いろいろと教えてもらうんだぜ。まあそうなの、それは頼もしいわね。おはようございます。よろしくお願いします。今夕方なんですけど、なんでおはようございますなんですか。ノープロブレムなのです。おいおい霊夢、失礼のないようにな。まあそうね。では説明を始めさせていただきますね。まず白い弾丸にしても良かったり、そうでなかったり、黄色い弾丸の方が得意であればそうだったり、白いノーツがやめられない人には白い弾丸を。なるほど、自分の見やすいようにノーツの色をいじるのね。背景がとてもうるさいので弾丸ノーツだけを意識しようぞ。目線は上部分に。 UI などを消してノーツ面積増やすのも良きです。なるほど、さっきノーツの色を変えていたのはこのためでもあるんだな。次にセーフフレームは4、6を推奨します。セーフフレーム、つまりノーツを押す理由のことだな。え、セーフフレームを下げるの。地雷ノーツ3ガース16、7階弾丸対策のためでして、一応押すタイミングを遅らせれば即死は免れることはできますが、セーフフレームをいじるのはおすすめです。なるほど、即死の判定がデカすぎて通常のセーフフレームでは押した判定になっちゃうんだな。いやいや、ただでさえ譜面難しいのにそんなことしてクリアしたの。もう人間じゃないって。私は人間なのです。いやもう人間卒業してるんだって。2曲目はファイナルデスティネーション SH ゴッドだぜ。いやいや、なんかキーが多いんですけど。ああ見た目の通りキーが9つのマルチキーだな。いやもうその時点でやる気力が。あとどうせこれもただキーが多いだけじゃないんでしょ。察しがいいな霊夢。ああやっぱりそうなのね。今回はマルチキー専門のアッキーさんに講師としてお呼びしているから、どこが難しいのかとクリアするための条件などを教えてもらうんだぜ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの曲は最初から赤即死と黄色即死が混ざっています。黄色は押さないと即死、赤は押したら即死するな。即死ノーツが4種類あり、押さなきゃいけないのが2種、押しちゃいけないのが2種です。個人的にはそこまで影響はないですか。人によっては混乱するかもしれません。いやまずマルチキーでやっていい即死のオスの量じゃないって。次に配置が全体的に溝に隠しビアになっていて、ご利用しがほとんどできないです。いや即死と即死の間に即死を入れないでくれ。クリアするために必要なスキルは最低でもファイナルですディメンションダブルゴッドをクリアできていること。普通のファイナルですディメンションを30ミス以下でクリアできるくらいの実力が必要です。当然ご利用しはなしです。そのくらいのスキルはないとまずスタートラインにすら立てないんだな。また譜面を覚える力が必要です。キーが多いせいで覚えるのは大変です。人によっては必要ないかもしれませんが、譜面を覚えないとかなり厳しいと思います。とりあえず分かったのは、マルチキーでは通常の4キーにはないスキルが必要ってことね。ましてやこの曲はマルチキーの中でも頂点だしな。3曲目はデリーティングだぜ。これは VSQT のターミネーションを超強化した内容となっているぜ。この曲も知っているけど、こんなに丸ノコ多かったっけ。さっき超強化されてるって言っただろ。常に丸ノコが飛んでくるようになっているな。あー見ただけでわかる、これはやばい。もうお腹いっぱいで語彙力がなくなってきたわ。おいおい霊夢、まだ折り返しだからしっかりしろよな。一応ギミックについて説明しておくが、警告音に合わせてスペースキーを押して丸ノコを避けるぜ。ちなみに丸ノコに当たると体力の加減値が減っていくぜ。今回も講師として強豪プレイヤーのソーデスワさんを呼んでいるから、クリアに関するコツなどの話をしてもらうぜ。ソーデスワさんは俺たちと同じく FNF のプレイ動画を投稿していて、主にギミック系の難局を数々クリアしている強豪プレイヤーだぜ。まあそれは頼もしいわね。あと言い忘れていたんだが、今回講師をしてくださった方のチャンネルを概要欄に貼っておくから、チャンネル登録の方よろしく頼むぜ。こんにちは、ソーデスワと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では説明を始めさせていただきますね。言ってしまえば、デリーティングはターミネーションのスペースを増やしただけなので、そこから慣れていくと良いと思います。ターミネーションを精度 97.8% で FC かつ丸ノコに1回も当たらないでクリアを安定してできるといい感じ。
そしてそれに慣れてきたらデリーティングのハードアクリアを安定と少しずつ難しくしてください。さっきも同じようなことを言われたけど、やっぱり何事も段階を踏んでやっていくのは大事ね。次にクリアのコツですが、譜面を見ながら横目でスペースを見ましょう。だけどスペースは数によって音が高くなるので、そこを覚えれば少しは楽になるかもしれません。またオプションのゲームプレイからミドルスクロールをオンにすると少しやりやすくなります。ミドルスクロールにすれば真ん中にノーツを移動させることができるな。なるほど、スペースが真ん中にあるからそれで少しでも意識を向けやすくするのね。挑戦するときはスペースに集中しつつできる限り譜面をさばいてください。ある程度ガチャ押しでも大丈夫。譜面にはダメージノーツがあるので、そこは慣れです。そしてスペースは前半は最低でも1回までしか食らわないようにしましょう。そしたらブルースクリーンに少しでも余裕を持って臨めるようになります。ですが後半もしっかり難しいので、そこは慣れていくしかないです。ここまで来ると譜面をある程度捌く力はほぼ必須になってくるな。ちなみにクリアまではどのくらいかかりましたか？詳しくは覚えてないですが、期間は数ヶ月、プレイ時間は数十時間ほどかけたと思います。自分はほぼ毎日少しやって、少し調子が悪くなってきたら一回止めて送り返していました。マジか、そんなにこのゲームに対する向き合い方が桁違いすぎるわ。2曲目はデスペアだ。おー、この曲はかの有名なエンディクロスの裏ボス曲じゃないですか。そうだな、霊夢。はじめはギミックなしでそこまで難しくない譜面しか来ないが、少し経つと地獄が始まるぜ。照明押すと視界が悪くなっていくインクノーツ。血のついているノーツを押したら即死。さらに左右からブッチャー軍団が来て攻撃をするか回避をしてやり過ごさないといけないのよね。なんだ詳しいじゃないか霊夢。これも何度も挑戦したからね。私もストーリーをクリアしてなんとかこの曲にたどり着いたけど、クリアはできなかったわ。なるほど、そういうことか。これだけの難易度ならこの順位にいるのも納得ね。ふふ、何よその笑いや。まさか、そのまさかだぜ。この曲もただクリアするだけではここにはランクインしない。今回ここの順位に置いた理由は、この曲を GSC する前提の順位だからだ。はぁ、いやこの曲ただでさえ譜面難しい上に攻撃も来るんだよ。しかも GSC ってことはただのフルコンじゃなくて、一度もバットを出さずにフルコンしないといけないんだよ。ちなみにバットの判定がデフォルトで135ms だから 0.135 秒未満の間にノーツを押さないといけないぜ。いやこんなめちゃくちゃなこと達成できる人存在しないでしょ。それがいるんだよ霊夢。マジかよ。まあ海外のプレイヤーが FC をしているのは見かけたが、 GFC を達成している人はあの方以外見たことないぜ。あの方ってもしかして。こんにちは。そうですわさん、やっぱりあなたでしたか。それでは説明の方よろしくお願いします。わかりました。デスペアはギミックの関係で普通にプレイするとすごく難しいので、設定の変更がほぼ必須です。まず最初にゲームプレイのキーバインズを画像の通り矢印は DFJK、 アタックはライトを L キーにしましょう。レフトの方は何でもいいです。あえて言うならミスって押さないようにするところ、理由は後で説明します。私帰れること知らなくてシフトキーでやってたわ。デフォルトだとボタン配置が遠いもんな。確かにこれは必須レベルだ。次にアピアランスの HUD、 トランスパレンシーを 0.7 にします。下のレインアンダーレイはお好みで大丈夫です。一応シフトを押しながらだと 0.1 ずつ変えることができます。この設定は存在すら初めて知ったわね。こちらも理由は後で説明します。そしてパフォーマンスからフォトセンシティブをオンに。こちらは実力に自信があるなら正直つけなくても大丈夫です。お次は挑戦するときのコツに行きましょう。攻撃に当たると致命的なので、ブッチャー軍団のところをしっかり見て、最低でも2連続は食らわないようにしましょう。ちなみに便利の看板が出てきてブッチャー軍団の動きを隠してきますが、ここは HUD、 トランスパレンシーを下げると半透明になるので、もちろん邪魔にはなりますが、マシにはなります。マジか、あれの対策ってできたんだ。ですが今回の問題はクリアや FC ではなく GFC なので精度が必要です。なのでラストリール、ナイトメアランを精度 99.5、 100% を目指せるようにしましょう。やはりここは慣れですね。そして最後の発狂、ここが一番の難関ポイント。ここで私何回も死んじゃってるのよね。ここマジで難しいよな。50秒の間ずっと譜面をブッチャー軍団を対処しないといけないです。正直ここは設定を変えてもどうにもなるところではないので、何度も繰り返してどんどん上手くなっていくしかないです。これを乗り越えさえすればクリアです。まず譜面を捌く能力、さらに精度、ブッチャー軍団のギミックによる視野を広く持つ能力、これを達成するには FNF の全ての技術が求められるな。説明聞いてて頭痛くなってきたし、これが1位じゃないってどういうことって思ってたけど、何回1位の予想がなんとなくついたような。栄えある1位はデンジャーハードコアだぜ。知ってた。さすがの私でも知っているわ。一度でもミス、または赤いノーツを押したらゲームが落ちるんだよね。おはようございます。その声はシロンさん。あなたが来てくれればもう安心だわ。では詳しい説明の方よろしくお願いします。はい、わかりました。まず白いノーツにしてください。またも出たノーツのカラー変更。やっぱりノーツの見やすさは難易度に直結するな。次にシクやシットナルの判定は生存に関係なかったりします。赤ノーツに引っかからなければ何でも拾っていいので、見た通りに頑張るのです。ただし赤いノーツが振った後の発奮ノーツは早入りすると爆発するので気をつけるべしです。なので UI などを消すのもありです。いやこれも即死ノーツの判定でかいのかよ。だいたいそのあたりはオールバレッツの時の同じだな。ディスプレイ本体でディスプレイ表示をいじれるものであればモノクロ設定にするのもありです。動画をよく見るのも配置参考におすすめです。あとこれが最重要、よく食べてよく歌ってよく休む、それがデンジャーハードコア攻略の秘訣さ。なるほど、その発想はなかったぜ。確かにずっとやってて泣いたりイライラしちゃうことがあるもんね。
シロンさん、そうですわさん、アクキーさん今回は協力してくださり、ありがとうございました。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございま。ちょっと待った。あら、そうですわさんじゃないですか。どうしたんですか？あと一つだけ紹介したい曲があるんですよ。え？そうなんですか？そう、これだけは紹介しなくちゃって思いまして。わかりました。では説明の方よろしくお願いします。なんだこの目玉。これはオミタフォビアという曲だな。7分間連打譜面が降り続けるという地獄のような曲だ。いやクリア動向の以前にこんなのやったら腱鞘炎になっちゃうよ。これはクリア不可能だと思ってランキングには入れなかったんだが。はい、普通にやったらクリア不可能です。ですよね。ただ設定を少しいじればクリアすることはできます。まず普通にやっても連打が追いつくわけがないです。なのでオプションのコントロールから画像の通りにしてください。なるほど。キーを2つ配置して連打の数を倍にする作戦ね。注意点にキーボードの N キーオーバーロール、簡単に言えば同時押しを反応させる機能が搭載されてるものじゃないと反応してくれないのです。一部のキーボードは同時押しに対応しない場合があるんだよな。ただここはそんな重要じゃないので大丈夫です。連打しやすいようにしたからこれで完璧ではなく、このままだと動画のようにクリアすることはできません。なのでフリープレイで CTRL を教えてくる項目からヘルスゲインとヘルスロスを変えましょう。相手がズルい連打をやらせてくるならこちらもズルをすればいいんです。なるほど。これで譜面を叩いた時の回復量を増やす、ミスした時に減る体力を減らすんだな。まあそうですわさんの言う通り、相手もズルしてるわけだし、この曲でそれをやるのは許されると思うわ。正直設定の項目さえできたらそんなに難しくないです。全力の連打で分からせてやりましょう。でも7分以上キーボードを連打しないといけないのは変わらないし、相当きついんじゃ。はい、終わった後はクソ疲れます。ですよね。なので水を用意したり曲の合間合間に休憩するのが大事です。自分の体調第一。やっぱりクリアすることよりも健康優先、当たり前のことを忘れていたわ。強豪プレイヤーはメンタルケアに関する知識もあって、まず精神面でも私たちよりはるかに上ってことがよくわかったな。うんうん、私もこれからは難関曲につまずいてもめげずに一旦時間を置くとかしてゆっくりクリアを目指していこうと思うわ。それでは改めて、今回は協力してくださったシロンさん、そうですわさん、アッキーさん、本当にありがとうございました。では最後にこの3人による華麗なプレイ動画を見て終わりにするぜ。
3, 2, 1, down!